コストコに怒られないの？いこれです、思いました。いいのか<ー> <laughs> っていうところですよね。<laughs> うん、はい、えー。コストコの商品を別の業者が仕入れて店で販売すること、コストコはオッケーなのか？うん、なんとなく冒と思ってたんですが今日は、はい、掘ってみました。はい、はいえー。実はコストコの再販店、いろんな場所で増えております。えー、先月こちら。 大阪泉佐野市にオープンいたしましたコストコ再販店その名もコストバリューマーケットコストバリューマーケットなんか少し匂うってるコストがだってね<う> <laughs> コストコの中に入ってる文字ですねなんか匂わせ感ねありますねぷんぷんですねね、はい、近いのかなっていう感じがいたしますよねこちらのお店なんですが はいコストコの人気商品340種類販売しているわけなんですね、はい、はい。で、このお店を手掛けている会社運営会社は実は流通業ではなくって、うん、IT システム開発をやっている会社なんです全然違いますよねそうなんですまさに異業種参入ということなんですね、えー、で、異業種からの参入ということなんですが参入することは簡単だと しているんですあそうなんですか、はい、なんでなんだっていうところなんですがこちらブランド力、商品力コストコの商品というのは非常に強い大量に在庫があって即日仕入れができるということなんです、このコストバリューマーケットねこういったものがあって参入ができるだからコストバリューマーケットに商品がなくなってもすぐにコストコに買いに行けば OK と。うん <laughs> いや、それ聞いてるとじゃあコストコ自分のところで売り上げじゃないかと思っちゃいますよね在庫がねいっぱいありますからね,ねはい、えー。ということで今日豊田市にオープンしました、はい、ココマートこれもちょっと ココマート。C.O. 一緒ですからね。似てます。ロゴもなんかね。確かに寄せてる感感じますけどね。なんかね。はい。似てるよなっていうところですけれども、はい。ここの狙っているものがあるんです。ココマートが狙っているもの。はい。なですか。はい。おお。フランチャイズ展開。フランチャイズ。ファストフードとかコンビニのようにフランチャイズで展開していこうというんです。はい。えっとパッと見てみましょう。東海三県。 はいえー、コストコの店舗がありますのはご存知岐阜県の羽島インターのそば、森山そして常滑という3つだけですよね。うんはい、ですので、まあ、住んでいる場所にとっては行くのがちょっと小旅行的だぐらい時間がかかってしまうケースがあるということで、うん、ここまあとは考えました。コ、はいはい、コストコ空白地地ちょうど地図の間ですね、はい、とも言える、うんはい、港区、四日市津市、この辺りに 展開しよう、フランチャイズ展開を狙っていると、いうことなんです。う,ん,うん、コストコがあって、その下があって、そのまた下、下にフランチャイズがあると。<ー>いうことになるわけですね。そうですねはい、まあ、ここまで大展開しようということになりますと、気になるのが、今日のテーマ。はい、最初に戻ります。再反転。コストコに怒られないの。えー、いい,いいんですか。いいんですか。いいんですか。はい、いいんですか。コストコさん、ということで、聞いていました。はい。はい コストコホールセールジャパン伺ったところ、はい、コストコは卸売業者に当たります、はい、ということなので再販店が正規のビジネス会員になってそのビジネス会員として購入した時点でその商品についての権利が移るよって再販は問題ないということなんです。いいいいんです、ね、いいんですいいんですすねももともと卸売業者だった ということなんであの消費者のそばまで行って小分けにして売るということではなく、うん、ドカンと構えた倉庫のようなところで売るという卸売業というところなんで、OK、ーんまあそれなりに再販店はちゃんとビジネス会員になっているわけですから、はい、何も悪いことはないとということなんですねあの昔、富澤さんがね れてんじゃだめよって言ってたのに、うん、特定のお客さんだったらいいですよという問い合わせが結構出てきたんですよ、ねはい。はい、それととちょっと似てますよねそれぞれやはりものを売るというのは得意分野、不得意分野というのがありますので、うんはい、消費者のそばにいて、まあ、細かく売ることが得意なところもあればやはり大きなスケールを利用してものを売るのが得意なところもあるということでそれぞれの利点ということなんでしょうね。はい、そうですねだってこのフランチャイズは、はい ちょっと品物切らしてますけどってそういうことないじゃないですか。はい、ちょっと切れてるからコストコ買いに行ってきますと。それで済むわけですからね。そうですね。再判定に行けばいいわけです。えー、それにやはりあの家族の人数が変わったり、コストコの商品というのはどん大量ですから。うん、はい。 普通のスーパーでもアンビルさんとか私みたいに2人暮らしだと、はい、スーパーで買ったものでもう結構これ量があるなってありますからね,うね,ね、はい、もうコストコ大好きなんですけどね、はい、まあ行くことだけでもイベント感がありますしそれぞれの使い方ができるということです。はい、以上ここわからんぞでした